どうも関西クラクラクラブのコミです。さて、ですね、本日は初のね、ドイツでの収録ということで、ちょっとね、いろいろ頑張ってみたんですけども、こちらでね、準備してきた、いろんな機材が、いろんなその環境のね、違いで使えないということで、急遽ね、今私これ、iPhone と、あと Mac を使ってね、撮っているんですけども、ちょっとね、普段とクオリティが違うかもしれないんですが、ちょっとここ不安なんですけどね、やっていきたいというふうに思います。生活の立ち上げが本当大変ですね。結構、苦労していて、今来てまだ1週間弱ってとこなんですけども、本当にいろんなことが日本と違ってね、四苦八苦しているんですが、さて、今日見ていきたいのはこれですね。タウンホール12の、アタックになるんですけども、キリンさんが、攻めてくれているこのアタックです。で、編成としては、クイヒーネクロボーラー、ネクボーですね、クイヒーにネクボを加えたような戦術。で、差別化するとディガーですね、ディガーを使ったような攻め方をする戦術と、差別化できる攻め方なんじゃないかなというふうに思います。よくね、クイヒーディガー、いろんな方使っていると思うんですけども、そのクイヒーディガーではなくてクイヒーネクボーとね、いうことで、使えるんじゃないかなと思うんですが、まずはね、クイヒーパートで相手の主要の施設を追っていきます。まずはインフェルノタワー、さらにはこの壁の中のイーグルホームを見てますね。おそらくこれ、壁を2層ウォールブレイカーでこじ開けて、イーグルホームのあるね、この区画まで攻め込んでいきたかったんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと今回はね、壁開けを失敗しちゃったということで、残念ながらね、イーグル砲をギリギリ壊すところまでになってますが、それでもね、しっかり防衛軍が釣れているので、これでね、ネクボを突入させる、準備は整ってきたかなというところですね。で、プランニング的には12時方面、1時のところから、ウォールバスターに続けてネクボをドバッと展開していきます。当然、イーグル砲を破壊し終わったこのタイミングからスタートですね。これがないとイーグル砲の着弾をネクボが食らっちゃいますので、当然ながらそこは注意しているポイントかなというふうに思います。ウォールバスターを先行させながらジャイアントを使ってタゲを取りつつ、ネクロとボラで一気に押していくということで、これ普段よく見るのはこのネクボーパートが、さっきも言いましたけども、ディガーになっている場合ですよね。そういうケースっていうのはよく皆さんお目にかかるんじゃないかなというふうに思うんですけども、こういうネクボーでいくっていうパターンもね、結構ありかなと思います。で、個人的などちらを使った方がいいのかっていう、そのなんていうかな、選択のポイントとしては、今キリンさんが攻めているこういう割とね、この壁が広い、壁の一個一個の区画が広いような配置、これに対してはネクボが結構刺さるかもしれないですね。っていうのはディガーである必要がまずないじゃないですか。ネクロとボーランがガンガンこう押していけるので、壁のいちいち壁のこじ開けっていうのをやる必要がないと。これがもしも壁が結構ね、区画が小さくこう細切れにされているような配置だった場合には、これ多分逆ですよね。ネク棒にしちゃうと壁に捕まってしまうので、ディガーなんかにしてどんどんね、壁を乗り越えて攻めていくという攻め方の方がいいんじゃないかなというふうに思います。どうでしょうね、かなり、ユニットの余力もね、こう残っての全開になっているんで、強さが分かるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとこのキリンさんのタック、もう一回ね、他のやつを見てみます。今度は、ちょっとこれ失敗しちゃったパターンですね。で、失敗パターンに関して見た後に、もう一回ね、さっきの、前回の動画を見て終わりたいというふうに思うんですが、これね、なんで失敗しちゃったかっていうところをね、中心にご覧いただければというふうに思うんですが、失敗したポイントはですね、先にちょっと言うと、ギガテスラの周りですよね。この周辺、かなり壁が密集しているじゃないですか。こういうところに関しては、ネクボがなかなか前に進んでいってくれないですよね。そこで壁に捕まって今回、キリンさん、残念ながら前回までいけなかったのかなというふうに私は見ていて思いました。どうでしょうね、いろんな意見があると思うので、ぜひぜひね、そうでもないんじゃないかなというのがあったら教えてもらいたいというふうに思うんですけども、まずクイーンで、3ギガワをざーっとこう削っていきますよね。削っていっているんですが、残念ながらね、これマルチ IT にクイーンのターゲットが向かなかったがために、ちょっとヒーラーがこれ焼かれちゃってますね。で、ここで、クイーンに合流させるような格好でネクボをこう展開、5時、6時面からやっていくんですけども、当然この前にね、立ちはだかっていうのは、この辺の施設の周りにある壁ですよね。この壁をどこまでバスタで突破していけるかというところが、ポイントになってくるというふうに思います。こんな感じになってますね、今。バスターが前に前に進んでいって、ネクボも後ろから続いていってるんですけども、やっぱり壁に阻まれちゃって、ネクボが、こちらの9時方面の外周側、あとは12時方面の上側、こっちの上側の方にこう向かってきちゃっていますよね。で、ギガテスラに向かっているユニットがかなり少なくなっちゃっている。で、分散したっていうのが見えると思います。で、ギリギリギガテスラはここで破壊はできるんですけども、残念ながらね、ここから先の伸びっていうのが、ちょっとね、足りなくなってしまったかなというところですね。多分ここの今のギガテスラ区画のところに、ほぼ壁がなかったとしたら、そのまま一気に、ネクボが数の力で押し切ったと思うんですけども、こういうふうにね、壁がちょっとあったりしてしまうと、結構、その先々、ネクロたちが先に進めなくなってしまって、こんな形でね、最後やられてしまうという格好になる、そんな戦術なんじゃないかなというふうに思います。で、そこでもう一回ね、こっちのアタックを見てもらいたいと思うんですけども、ちょっと細かいところに少し着目しながらね、見ていきたいと思います。こう、バッと大雑把に見ても、やっぱり壁の一個一個の区画が広いですよね。こういう配置にはかなりこの戦術が刺さるかなというふうに思います。で、こんな風な形で、まずは壁を分けて、ここね、エリクサー、ポンプと弊社、これウィザードでカットしておけばね、もう完全におそらくこの、インフェルノタワーのこの壁の中、この中にね、クイーンが入っていったんじゃないかなっていうふうに思うんですが、ちょっとね、ここが残念でしたが、そこでしっかりね、ウォールブレーカーで、クイーンを中に入れていくっていう、このリカバリーはお見事ですね。これかなりうまかったと思います。とっさの多分起点だと思うんですが。で、今回のキリンさんのアタック、イーグル砲のあるこの区画ですね、ここまでクイーンがこう入っていけなくっても、なんとかね、ギリギリ L 字が組み立てられるような、攻め方になってますよね。こちら側のインフェルノを起点にして、ギガテスラと、あとこっちのインフェルノを結ぶような、そういう、L 字が描けるような、序盤の入りになってます。そこをね、しっかりネク棒で刺していくという形が、作れるような攻め方になってますので、これはね、かなり序盤お見事にやっていただいている攻めかなというふうに思いますね。で、しっかりここもレイジからのポイズンで援軍をすべて、倒しきってイーグル砲を壊して、でこれでイーグル砲の着弾が来ないような形を作ってからネク棒ですね。で、ネク棒に関しても出し方にコツがあって、最初ここ、12時側にネクロとボーラー出してますね。これ完全にカット用のネク棒です。で、2次面はもうクイーンがカットしてますので、あとは、一気に1次面から、バスターに続けて、ボーラーとネクロを出していくと。で、忘れてはいけないのがこのジャイアントの仕事ですね。ほぼほぼ全てもうジャイアント、体力が削られて減ってきてしまっているんですけども、数はいますけどね、結構ダメージ食らっちゃってるんですが、このダメージを食らってくれたおかげで、ネクロマンサーが出したスケルトン、こいつらがね、かなり数を残したままこう前進できてますので、ジャイアントの、ね、数を減らしてネクロマンサーいっぱいがいいよっていう風にやってしまうと、結果的には、ネクロマンサーのスケルトンの生成時間を稼ぐユニットがいなくなっちゃうので、ネクロ本体がやられちゃうという結果につながりかねませんので、今回ね、キリンさんがやってらっしゃるように、まずネクロを出す場合にはジャイアントを、ね、準備しておくっていうのはかなり効果的な方法かという風に思いますので、これはね、このクイヒーネクボだけではなくて、ネクロを使う攻め方を考えている場合には、参考にしておくといい点かなというふうに思いますね。ネクロ2体に、ジャイアント1体ぐらいの割合でも十分じゃないかと思います。はい、というところで、この余力を残しての全開ですからね、ほぼほぼもう無傷でユニットが残っているようなレベルだと思うんですけども、どうでしょうかね、皆さん。壁のね、中がかなりこう広いような、配置に対してはこういうねクイヒーネクボっていう戦術かなりこれ使えそうですんでね、ぜひぜひ試してみていただけると、嬉しいかなというふうに思います。はい、というところでね、本日は失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では失礼します。バイバイ。